皆さんこんにちは。緩和ケアチャンネル大津周一です。今日は緩和ケアでもできないことについて皆さんにお伝えしたいと思います。もちろん症状を和らげることに関しては様々なことができるようになっています。ただし中には和らげることが難しい症状もあるのは事実です。ただそのような症状ということより、やはり余命がある程度限られてきますと、身の回りのことをすることがだんだん難しくなってくるんですね。具体的に言いますと、歩ったりするのが大変だったり、病状が進むと立ったりトイレに行ったりなど、様々な日常の生活の動作が障害される可能性があります。このような最終的な衰弱自体は、いかなる薬を持っても押しとどめることは難しいこともあります。ですので大切なことは、その段階になる前に皆さん一人一人が悔いのない時間を過ごしてもらいたいということなんですね。残念なのは、なんとか治療なんとか治療とやって最後時間を迎えてしまう。結果的に本当にやりたかったことや、ご家族の皆さんと残したかった思い出、そういうものが一つも叶えられることがなかった、一つもできなかった、そのようなことがぜひなければというふうに現場にいる身としては思います。皆さんがやりたいことや悔いが残らないようにしたいものというのは人それぞれ違うと思います。それなので、皆さんがこれがやりたい、こういうふうに過ごしたい、そういうイメージを持っていただいて動いていただかないと、なかなかそれを叶えるということは難しいんですね。もちろん我々緩和ケアの従事者は、あるいは医療者も広くそのようなことが叶うようにサポートすることはできます。しかし皆さんそれぞれが考えて、こういうふうにしたいということを伝えていただかないと、なかなかそれが叶うことは難しいのも現実です。そのため皆さんそれぞれがそのようなことを考えていただいて、周囲と共有し行動していただくことで、緩和ケアでもできないことの部分がカバーされることになります。体の苦痛を取っただけで穏やかな時間が、あるいはその方にとって満ち足りた時間が過ごせるわけではないんですね。そのようなところは皆さんのお力がないと達成できませんし、緩和ケアだけでもできないことです。このような動画を契機として、皆さんがぜひそのようなことを考えていただいて、一人でも多く悔いが残らないような時間を過ごしてくださる方が増えてくれることを願っています。そしてまたそのために使えるものは何でも使った方がいいと思いますので、早い段階から緩和ケアを一緒に並行していくということが重要だと思います。今日は緩和ケアでもできないことについての説明でした。